飛燕がよりによってダービーで28番枠のさらに外に入れられました。まあ名ジョッキー川内騎手といえどもこれを振りはいかんともしが変わりません。さあゲート開いてスタートを切りました。大きな波乱がありましたダービーのスタート前、そのロングヒエン外の方からぐーっとインコースの方に入りながら一気に行こうという構えを見せました。アズマハンターは中盤よりもさらにさらにあと一番最後の方にアズマハンター下がりました。大本から2頭目の正面スタンド前、一気に先頭ロングヒエン、ロングヒエンが先頭です。1番のスカイキルーが2番手、そしてギャラスピルを通りました橋野ディーが3番手。1コーナーを回るときに赤い帽子は一番最後から2頭目、これをはっきり記憶に留めましょう。一番最後から2頭目で赤い帽子アズマハッカーが行きました。さあ先頭に戻ります。ロングヒエンが先頭です。そして1馬身遅れましてスカイキルー2番手、橋野ディー3番手、ギャラ1秒通りましてスッとピンクの帽子が上がっていきました。ピンクの帽子アズマ王ダイヤハヤブサこの辺りに行きました。さあそしてその後のグループに真ん中を通りましてタマエースがついています。タマエースの向こう側スッと上がっていきました。ダッシングハンドがついている。ダッシングハンドの内々を通りまして2番クボドボルの姿が見えます。クボドボルのやや外目を通りまして6枠1頭行きました。3番がディスクール、ディスクールの後ろ11番のホリスキーがついている。さあ早くも3コーナーのカーブですが、さあアズマハンターがどういった警棒をこの後するか、中段に上がってまいりました。3コーナーのカーブロングヒエン先頭でもあります。3コーナーの坂を登って下りにかかります。2番手はスカイキルー、この辺り混戦です。当番の桂哲子、さらには13番アグネスシャド、そして8番のアズマハンターがこの辺でじりじりと落ち着いた感じで上がっていきました。落ち着いた感じで上がっていっている。3コーナーから4コーナーに向かいます。先頭はまたロングヒエンで1馬身のリードがあります。アズマハンターは外を回って上がっていく。果たして自信満々で乗っているのか。3コーナーから4コーナー小島太の手綱にかけます。さあ第4コーナーの手前にも早くも来ております。先頭はまだロングヒエン、ロングヒエンが先頭だ。外の方からスッと上がってきたセンターグルーホス、さらには高知王将上がってきた名将キング来た。4直線を向きました。アズマハンターはどうだ。アズマハンターは果たして伸びてくることができるかどうか。直線を向きました。ロングヒエン先頭だ。そして外の方からバンブーアトラス、それからバンブーアトラスが上がってくる。バンブーアトラスが今度は先頭か。真ん中アズマハンターはまだ並ばってくらい。アズマハンターは最後の坂の手前で並ばってが始まって先頭争いが、先頭争いがバンブーアトラス先頭だ。バンブーアトラス先頭だ。内の方からまた前段、内から中前段、バンブーアトラス中前段、アズマハンター来た、アズマハンター来た、アズマ来た。3番手、4番手から3番手、先頭は、先頭はバンブーアトラス、バンブーアトラスが1馬身のリードをつけて優勝。バンブーアトラスです。バンブーアトラス中前段が2着、バンブーアトラス中前段。外から突っ込んできたアズマハンター、今度は釣り逃がしました。届きませんでした。3着です。直線を向いてバンブーアトラス、ぐんと出ました。